バッケンモーツァルト中央通り本店、バッケンモーツァルト本社バッケンモーツァルトは、広島県20日市市にある菓子製造販売をび、喫茶店を運営する会社の称号である。会社名は株式会社モーツァルトである。1974年10月10日に、広島市袋町に開店した、ドイツ菓子を扱う喫茶店、バッケンモーツァルトが始まりになる。命名の理由は、 ウィンにある同名のカフェテラスの名前を取って付けられた。開店当初は手製チーズケーキとコーヒーを名物商品にしていた。その後、1977年6月に会社組織を設立。その時を創業にしている。長らく中央通り本店を本社兼本店にしていたが、2006年4月に初0日市に本社工場を移転時に本社を移した。 創業時から扱っているドイツ菓子のほか、ケーキチーズケーキ、クッキーデザートなど洋菓子を主力にしている。近年は生もみじゅうなど和菓子の取り扱いも始めている。モンドセレクションにも選ばれている菓子もある。広島市内の35店をはじめ広島県内に64店。広島県外にも山口県に10店、島根県に1店、岡山県に2店出店している。また、 広島教育会館ホテルチューリッヒ東宝2001も運営している。詳細はショップ案内を参照。バッケンモーツァルトが開店当時約100メートル離れた広島市中町に1974年10月25日に開店したコーヒー専門店モーツァルトがあった。そのことより待ち合わせ場所を間違えたり間違い電話が多いことが当時の新聞の記事になった。 ありがとうございます。